はい、こんにちは。で今回ですね、こちらセリカ WX2800GT、 以前にもね動画でいくつか紹介させていただいた赤色の個体、6万キロしか走ってない、まあ高コンディションの貴重な1台なんですが、こちらの進捗を解説させていただきます。でね、りょうさん、この間私ツイッターでこんなアンケートを取らせていただいたんですよ。この WX、まあ、塗装の状態から言ってそんなにいい状態ではない、結構焦せてしまって赤というよりはもうオレンジ色に近い感じになってしまってるので、もちろんこれ色は塗り直します。オールペンはするんだけど、もう人気の白、これに色替えしてしまうという想定でいたんですね。でもしくはせっかくオリジナル赤なら、このまま赤を綺麗にオールペンし直すって、そういう選択肢もあっていいんじゃないかなとも思い始めてます。ということで皆さんに聞かせていただいたんです。どっちがいいですかと。このオリジナルを生かして赤の塗装でいくか、もしくはやっぱ人気のね WX といえばよろしくメカドックもありますけども、やっぱ白だと、そういう意見もあるかもしれないので、じゃあ実際視聴者の方に聞いてみちゃおうという状況になっております。なので皆さんもですね、この動画を見終わった後に意見をぜひコメントで教えてください。いや赤の方がいい、いや白の方がいい、もしくはその他2800ならねシルバーでしょうとか、いろいろなね意見があると思いますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。で以前の動画、下回りをね見させていただいて、結構ねりょうさん錆びてたんですよ。そうでしょうね、うん、でこれはねやるところいっぱいあるよなんて言ってね、でいろいろ実際にご覧ください。ぐちゃぐちゃにこう外しました。全てね外しましたよ。結構錆びてたから、まず錆を落とさないといけないよねということで、もうねさすがはクラシカクオリティですよ。でマフラー、前回の動画見ていただいてもね、こうビフォー比べていただきましょうか。結構ね錆びてたのよ。でこれを今こんな感じで綺麗に耐熱塗装して、見事なシルバーのマフラー出来上がってます。でこれ新しいマフラー買ったとかじゃなくて、あのサビサビだったマフラーを機械でサビを落として、届かないところはもう手作業でガーッとこのように落として、でただサビ落として終わりじゃなくてね、落としたサビまた放置してると酸素に当たって錆びてしまうので、このようにしっかり耐熱塗装を加えて、まあ、万全の状態になりましたと。これを見るとね結構安心感ありますよね。前の動画でもね、あ触媒のところ結構錆びちゃってますねってあったんです。それがねこれはもうピカピカじゃないですか。上から塗ってごまかしたわけじゃなくて、ちゃんと一回綺麗に錆落としてますからね。オープンセンサーのカバー、これもねうわ結構ひどいねなんて言ってたんですけど、バッチリ錆を落として綺麗に耐熱塗装して、もう新品と同様の仕上がりになってます。こういうね安心感、これをお伝えできるのはね誇らしいですね。整備士の方に感謝。で足回り、ショック、スプリング、この辺りも全て外してサビをきれいに落として、その上からしっかり塗装という流れでね、これは安心ですよ。ということで前回ねリフトに上げて足回りを見た感じだと、うわ結構錆びちゃってるなと、なかなか厳しいところがあるのかななんて思ったんですけど、もうこれを見るとさ、すごい綺麗な車仕上がる予感がもうビンビンしてきませんか。してきましたね。えこれもう大丈夫だね。もう任せておけば、これはもう任せておけばやっぱ大丈夫だよ。すごくね心強い。で冒頭にもお話ししたことなんですが、いよいよね足回り周辺も結構完成してきたので、あとは組み付けっていうことになるんですけど、下回り自体を塗装入るわけです、これから。でとなるとボディ色に合わせて色を変えないといけないんですよ。作業の工程も種類も変わってくるわけです。こいつのボディを白にするっていうんだったら、それ専用の作業内容で、赤のままオールペンするっていうんだったら、またね作業の内容が変わるわけです。でちょっとリフト上げてみましょうか。はい、じゃあリフト上げますよ。よいしょ。はい、ではリフトに上げたのでちょっと見ていきましょうか。でりょうさん、はい、ね、足回り見ようと思ってリフト上げた瞬間、ちらっと右側に目をやると、何ですかこれは。おや、もうね内装までやっぱ全部外すんだよ。一回ここまでしないとね綺麗にならないんだって。内装外すのもね、うん、結構大変なんすよ。あでもコツがいるってよく言いますよね、まあ、作業の時間自体もそうだけどね。でこれでクリーニング表面だけやるわけじゃなくてね、外さないと手が届かないところなんかも、まあ、しっかり手入れができると、ほんとね重ね重ねなんですけど、頼もしい、頼もしいですねりょうさん。いや本当に、ね、はい、それでは下回りですね。で前回ねこの辺も全部錆びてるね、やるところあるねということで外していったのがあそこというわけでございます。足回りも一旦全部外してます。外してサビを処理して再塗装して、もうほんと綺麗な状態をね復活させようということなんですが、
足回りもねボディ色なんですよ。要は全てこれ赤いボディなので、でも赤なんですね。となるとボディをね白に塗り直すとしたら、下回り覗いてみたら元の赤がボーンと見えてたって、これちょっと嫌ですよね。そういうことになるんですよ、ね、なんかやるべきじゃないんですよ、そういうことは。でエンジンルームなんかも表面でね手が届くところはいいけど、ボディ白に塗り替えるんだったらね、結構奥の方さ、もう手届かないけど元の色は赤ですっていうのがね、こういうのをなるべくなくさないといけないので、赤でオールペンする場合と白に色変えてオールペンする場合、同じオールペンでも作業の内容と順番時間全てがガラリと変わるっていうことなんですよね。そうですね、うん、でエンジンルームもねやること内容がだいぶ変わっていくんですよ。ちょっと開けますね。よいしょよいしょ。で、まあ、ご覧のようにですね赤なんですね。もちろんオリジナルのボディ色が赤なので、各所に元々の赤い色が見られるんですが、じゃあこの手の届かないところまで白に変えないといけないわけです。となるとね、りょうさん全部下ろすの、これエンジンから何から。そうですね、全て引っ張がしてエンジンをもう裸同然の状態にすると、まあ、あの例を挙げるとするならば、あちらに117クーペちょうど今やってるのがありました。これ見てみましょうか。これはい、こちらですね。117クーペを今エンジンとかねエンジンルームの部品もほぼ全て下ろしきって、あとはもう手の届かないところまで全部塗装と、ここまでやったらここまで綺麗にね好きな色をつけられるんですが、逆に言うと色変えるっていうのはここまでやらないといけないってことなんですよね。でそれでですね、まあ、白の場合はね下ろして徹底的にやると、じゃあボディ色赤の場合は下ろさないでそこまで徹底的にやらないのと、逆にねそう思ってしまいそうなところなんですが、やる必要がねもしかしてないかもしれないの。意外とねこれ状態いいんですよ、エンジンルームっていうのも。もちろん錆びて穴開いてた腐食ね腐ってしまってたりしたら、これはもう徹底的にやらないと、お金かけて時間かけてやらないといけないところなんですけど、ここもねちゃんとシールがしっかりしてあって、この水が溜まりやすいところとか錆びやすい部分でダメージを受けやすいね、まあ、泣きどころみたいなところ全部チェックしても、これ意外と健康なんですよ。あんまりね腐ってない。で、あこれ全然このまま使えるじゃん。もちろんクリーニングはして綺麗にしますけども、そこまでね下ろして費用と時間かけてねやらなくてもいいぐらいのものなので、だから今ねちょっと揺れてるんですよ、気持ちが。最初はもうどうせ全部ね下ろして徹底的にやるから色は好きな色に変えられるねなんていう想定でいたんですけど、チェックすればするほどいや意外と状態いい感じで残ってるということで、今非常に悩んでます。僕昔エンジン全部下ろした状態で中入り込んで錆び取りとか、あやってたんですか。そう やりました、ね、ただそれは本当にひどかったんでもうやらざるを得なかったんですけど。なるほど。結構あれですか、時間かかります。あかかりますね。もう本当錆び取りだけでも中入ってもうひたすら研いで研いでみたいな、うんうんうん、はい。ということで、まあ、今回の本題ですね、今の進捗をお伝えしたのとプラスで、皆さんどうですか、白にするもしくは赤、両方ともオールペンでピカピカに綺麗にすることには変わりないんですが、今こう説明させていただいたのを踏まえて皆さんのねいやこうしたらいいんじゃないというのをねぜひ聞かせていただきたい。なのでコメントお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。でちなみにりょうさんだったら何色にしますか。紫ですね。ではちょっとでもいいなと思っていただいた方はチャンネル登録をして次回以降の動画もご覧ください。それではまた必ずお会いしましょう。店長でした。まだ何も知らない。